にちは、ハンジです。メイクも終わらせた感じで始まるんですが、なぜかといえばあと2時間後ぐらいにスケジュールがあって、今日は自分でセルフメイクをしました。それでね、セルフメイクしながら自分がよく使ってるポーチの中身とかも一回片付けたし、最近ちょっと新しくコスメも購入しましたので紹介したいとは思ってます。普段お家でメイクする時のポーチと持ち歩く時のポーチまで紹介できたらいいなと思いますので、もう早速紹介しちゃいますね。こちらのポーチはシーンで買ったアイテムです。フカがこれを使ってていいなと思ってハンジも購入いたしました。500円 ?600 円ぐらいでした。めっちゃいいのが上と下分けてるから本当に使いやすいです。一旦上の方から、じゃじゃ、上の方だと小さめのアイテムが入ってます。ダーン、これめっちゃおすすめします。今めっちゃ汚くなったんですけど、私も TikTok で見て購入したものなんですが、あのブラシとか、旅行用に行ったりとか、友達の家に泊まりしたりとかするときにブラシを持ち運びやすくて、もうたくさん使ってます。多分私すべてメイクをブラシ使う派なので、こういう小さめのブラシとかたくさん持ってます。これはもうザツレップのブラシたちです。ブラシタイプ、あとジェルタイプ、普通のこういう涙袋描く用とか、こうやって細かくメイクができるような小さいブラシをこちらに入れてます。私も最近シーンで中国のコスメ買うのが好きになって少しずつ買っているんですが、こうやってめっちゃ細めなブラシを購入したんですよ。アイラインとか描きやすいし、あとアイブロウにも使いやすいし、これ本当にもう200円ぐらいだったけど、私最近結構お気に入りのブラシです。ちょっと弱い気はするんだけど、本当にね、描きやすい。描くときに本当に描きやすくて大好きです。あとね、このポンポンするスポンジタイプのブラシを一緒に購入したんですが、このパレットのために購入して、こちらにある白いパウダーをポンポンして、こういうところとか、なんか TikTok でこれで塗るから買ったんですよ、同じもので。やっぱりこれ使う意味があると思って、最近ねこれもたくさん使ってます。ウェブで頼もうとしたら、私この間間違えてて買えなかったんで、今回はあの渋谷の109プラザに行って購入しました。これが白いパレットで、こういうところとかちょっと暗いところを明るくしてくれたり、シェーディングとかも入ってるから一緒にシェーディングしたり、このハイライターとかもすごく映えますので、これ本当に可愛いのでおすすめパレット。最近結構これあるからこそ、前だとこうやってシェーディング別、ハイライター別みたいな感じで持ってったんですよ。でも一個になっているから本当に持ち歩きやすくて、多分ずっとリピートするとは思ってます。次はベースですね。ボビーブラウンのベースと大さじのベースを使ってます。大さじの方だと少しイエロープライマーみたいな感じで、毛穴の部分が少し綺麗になる感じだし、こちらの方だとツヤツヤする感じが可愛くなるベースなので、なんかその日の気持ちで使おうかなって感じで、もいつもこちらの2つを使ってます。あと、あ、これ本当に良かったです。スナイデルのプライマーなんですが、最近夏だし汗かいたりとかメイクがちょっと崩れたりとかすると毛穴がすごく気になってて、鼻の周りとか塗ってあげると毛穴とかすごく綺麗にメイクが仕上がるから、最近はねこれも使ってます。塗る時にはクリームタイプだけど、すぐパウダーみたいな感じになるプライマーなので私は好きです。もうベースの毛だとこんぐらいかな。あとコンシーラーぐらい、たまにクマすごいと思ったらこちらのナスのコンシーラーを使ってます。目周りとかシワシワになるところ気になっちゃうから、少しクリーミーな感じの軽い毛のコンシーラーが好きです。大学生時からリピートって感じ、おすすめです。あと小物からちょっと説明しようとしたら、マスカラかな。マスカラは最近これにハマってます。ウェイクメイクのマスカラ
ロングタイプとボリュームタイプがあって両方持ってるんですけど、ロングタイプの方がブラシとかが細くて使いやすかったので、こちらのマスカラ最近は毎回これ使ってます。しかもメイク落とす時とかも結構楽で、目の部分とかあんまなんか頑張らなくても結構綺麗に取れる気がしてて、これたくさん使ってます。あと最近お気に入りセットを紹介します。ゴールデンピンク、これもボビーブラウン、なんかボビーブラウン多くなった。のボビーブラウンのゴールデンピンクです。これはボリュームがすごく出るから、なんかしっかりボリュームを出してくれる。たまにめんどくさいと思う時はこれでもう一気にビッビッしてもう描くこともあります。あと最近はこれも使ってます。いやいや、私今まではこういうクリームタイプのアイシェドウはあんま使わなかったんですけど、可愛くない？あとでこれをポーンってするとこのラメとか落ちないから、これをおすすめします。あとアイシャドウだけどチークにして使うことが多くて、これもこうやってかわいい、なんかヴィンテージピンクみたいな感じの、これねふわふわなるからめっちゃ軽くチーク感を出せれるから本当におすすめです。今日もこれです。次はアイライナー。アイライナーは私はいつもキャンメイクのジェルタイプを使ってるんですが、一番このメイクとかが長くキープできるからこれをずっと使ってて、今日ちょっとメイク薄くしたいとか色なじみ良くしたいと思ったらこのグレーカラーとカキカラーも使ってます。ペンが柔らかくて筆がこんな感じ、なんかちょっとブラウンだけどトーンがちょっと違うって感じなんで、アイライナーカラーを合わせてメイクすると本当に仕上がり変わるから使ってみてほしいなと思ってます。これ携帯と比べても携帯より短いからカバンの中でポン入れやすくておすすめします。今マツパしてるからビュロとかは入れてなくて、アイブロウだとこれもスリのものです。あのお仕事でいただいたものとかも本当に自分で使ってみてこれ良いと思ったら紹介するので、本当にねもう今もずっと使ってます。形がちょっと斜めになってて描きやすくて、発色と形作りやすくて最近愛用しているアイブロウです。なんかアイブロウ描くの難しい方におすすめしたいアイテムかなって感じですね。まあそれで上の部分はもう終わり。じゃあ一旦全部戻して、あ、これもさっきに紹介してなかったものなんでちょっとリアルで汚いけど、 DIE とビーガングリッドアイシャドウリキッド、涙袋に描くようなラメなんですが、ラメ感がちょっと大きめでピンクパールが入ってます。この筆が小さくて塗りやすかったので最近はたくさん使ってます。はい、下行きまーす。じゃーん、これもシーンで購入したもちもちパフ、友達がプレゼントしてくれたから1回使ったことあったんだけど新しく欲しいなと思って最近またリピート買いしました。これ本当にもちもちで日焼け止め塗ったりベース塗ったりするときめっちゃ使ってます。しかもめっちゃ広いからメイクのするスピードもめっちゃ上がります。クッションファンデは2つ入れてます。1個はナスと1個はローム&のヌゼロクッション、どっちでもカバー力は良くてツヤ感がある感じにしたいんだったらこれ、もうちょっとカバー力入れたいんだったらこちら、フェイス使うことによって選ぶかなって感じ。でもどっちでも今まで満足したクッションファンデだから私は大好きです。次はアイブロウ、グラデーションになってるから描きやすくて、この前の部分とかあのこちらの下のライン描きやすくて私はこれもおすすめします。あとパウダーはキャンメイクです。 WMB から一番暗い色使ってます。ベースとかファンデ塗るとバーって白くなることがあって、それちょっと嫌だなと思ってわざと少し暗めを買って使ってます。
あと次は最近アイシャドウの中で一番使ってるアイシャドウたちですね。もうずっとハンチが前から紹介してるから飽きたかもしれないですけど、これ本当に好きだからずっと入れてます。スナイデルのアイシャドウ、本当にラメがめっちゃ可愛いからずっと入れてます。これ本当に色合わせ使いやすくて大おすすめするアイシャドウです。あと次はじゃじゃじゃ、めっちゃ可愛い。一旦ケースから100点満点でピンク、少し赤、バガンディパープルみたいな、この合わせがとっても使いやすい色なので、今まで赤みがあるこういうシェードを使ったことないけど大満足したアイパレットです。もういつも使ってるコスメたちは説明終わりましたので、お出かけするときに持ち歩くポーチを紹介します。これは無印に購入したリップポーチ、小さめのポーチです。これも1000円ぐらいだったかな。あと最近湿気もすごくて汗かいたりとかするから、ビオレのサラサラパウダーボディシーツ。ハンチは香水つけてるから、この香り付きより香りなしのボディシーツを一緒にカバンに入れております。あと持ち歩いてるリップ1個はリップモンスター03番、リップ落ちるの嫌でこうやってあんま落ちないようなリップモンスターを購入しました。結構使ってます。あと次はアルテシンザ、これは008番のスイートペタルっていう色を使ってます。コーラルっぽい、真ん中だけちょっと赤みがある感じで塗ってます。次はこれはスナイデルビューティーのパウダー UV、 日焼け止めとかクリームタイプ塗るとやっぱりメイクちょっと崩れるんで、ラベンダー色でパールが入ってるようなパウダーで、汗かいたりとかすると顔の色とか少しダークニングっていうか暗くなったりとかするから、パウダーあるとトーンも少しアップするし、日焼け止めより UV カットも一旦してくれるから、このパウダーを最近は持ち歩いてます。あとね、中の方はこんな感じのアイテムかな。これはキャスビの油取りなんだけど、ピッチの香りがするから好きです。これはメガネクリの、日焼け止めとかでサングラスの方がぼやけたりとかするの気になるから1枚入れてます。あといつも靴ずれするから絆創膏も入れてます。あと痛み止めとアルレギー薬最近すごく免疫が落ちて、だから朝起きたらもう唇と目パンパンで病院行ったりとかしたんで、なんか食べる時にアレルギーになると怖いから一旦最近お守りみたいな気持ちで入れてます。あとちっちゃい鏡を入れてます。ちょっとダサいかもしれないけど、ハンチのお姉さんが韓国のチェジュ島行ってお土産で買ってきた鏡なんで、ハンチが最近使ってます。ありがとう。あとサプリメントも入れてます。グルタチオンとコラーゲン、このグルタチオンをホワイトトマトが美味しいらしくてビタミンみたいな気持ちで飲んでます。あとコラーゲンはもうやっぱり気になるから一緒に飲んでます。こうやって今回最近たくさん使っているコスメたちと持ち歩くアイテムまでミニポーチまで紹介してみたんですが、いかがでしたか。本当にね、最近使ってるアイテムしかなかったし、リアルなところまで紹介してみたんですが、最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。